準備をお願いいたします。今年のテーマは北海道の名付け親。謎めく蝦夷地にただ一人真実を記録し続けた冒険家松浦武四郎。時代が隠した数多くの筆跡と彼の足跡に込められた情熱を多彩な芸で現代に語り継ぎます。それでは参りましょう。あまたです。200年の時、印巡る。水星若つくに、船底沈む我が印。幕末の勇猛、一目置く多才松浦武四郎。伊勢の国から北の国、旅の足跡、蝦夷踏みしめる。風かき分けて日本海だ。目指す知床、見渡す限りの。いらんからってようこそ蝦夷地へ。集落の奥、絵たちが語り継ぐは竹四郎に。自然と生きるおトイレップ、わしらはサガイをカイナーと呼ぶ。カイトはここで生まれたもの。カイトはここで生まれたもの。声は届かなかった。どうか未来では双方互いに認め合える愛の道を歩んでほしい。